はい、皆さんこんにちは。りなです。さかです。エイティブログです。日本に帰ってきてから2年経ちました。世界一周が終わり2年経ちました。ちょうど2年だね。結婚2周年でもあり世界一周終わって2周年でもある。そう、日本やっぱり便利すぎるでしょ。世界一周から帰ってきて当時思ったよね。いろいろ辛いことから日本に帰ってきて、ここに2年もうめちゃめちゃ幸せな生活をしてて、辛いことからっていうのはなんか世界一周がすごい苦い思い出みたいになってるけど、楽しかったよ。楽しかった。だから外国人目線で日本がいかに便利な国かっていうね、日本人だとあんまり気づけない部分もあるから、もう生まれてこれで育ってるから。なのでレナの目線から見た日本がすごい便利だっていうポイントをね、何個かシェアしていきたいと思います。はい。一つ目は食べる関連の便利さ。サンプルがあることはめちゃめちゃ便利だと思ってます。あ、食品サンプル？イエス。これなんか日本だけかもしれないよ。あれめっちゃめちゃ便利で、もう本当に想像できる、もう本物のようなものが置いてあるから、もう日本のサンプルの技術とか、やばいよ。でもたまにさ、サンプルがさ、本物超えてる時あるじゃん。それで頼んだらさ、本物来て、えってなる時あるじゃん。あるある。あるけど、本当に、特に日本語ができない人に対しては、サンプルがあったらめちゃめちゃ助かるよ。で、私は、昔に、日本語が、もうメニューが読めなくて、はい。でも、外にサンプルがあったから、うん、本当に店員さんを連れて、その、外まで行って、これが欲しいみたいなの。ああ、なるほどね。それもできるってことね。そう。店員さんからしたらめっちゃいい迷惑だよ。もう一つは、その、一人で食べに行けるレストランが多いことは、まあ、ラーメン屋は一番有名だと思うけど、ああ、パーテーションでこう一人の空間が分かれてる。焼肉とかもあるもんね、最近一人焼肉とかでパーテーションがあって。そう、海外はレストランに行くのが誰かと一緒に、その特別な時にレストランに行く文化があるから、一、うん、はいはい、人でレストランに行こうと誰も思わない。ちょっと孤独感を感じちゃうよね。何この変な人みたいな。日本だとそれ普通だもんね。そう、サラリーマンとかさ。だからその雰囲気を作ってるのが日本がめちゃめちゃいいと思って、うん、お店の中で一人の空間がちゃんと作られてるみたいなところは、そう、本当にグッドポイントはね、めちゃめちゃ便利です。でもう一つ皆さんが知らないかもしれないポイント、飲み放題、あ、食べ放題出ました。があまりないよ。 All you can eat はたまにはある。回転寿司は、あ、海外でも寿司屋さんはね、海外に全部 All you can eat スタイルだよ。確かに食べ放題スタイル。そう。でも他の寿司以外ってなるとないもんね。なかなかない。まあ日本だと焼肉食べ放題、ピザ食べ放題、しゃぶしゃぶ食べ放題、スイーツ食べ放題とかあるからね。そうだね。それさ、最近やってないからスイーツ食べ放題どこかに。確かにあるよね。海外ではあんまないけどね。だから飲み放題もそういうことでしょ。で、飲み放題は一切ない。それは多分危ないから一切ない。ドイツで飲み放題やったらお店潰れるよ。いや、その危なさじゃなくて人が死ぬよという。飲みすぎて。日本独特だね。だから飲み放題とか食べ放題、このシステムはすごい便利だよね。はい。で、レストラン以外にも、まあ、一番便利なのがコンビニエンスストアだよ。コンビニにもう便利という名前がついてる。確かにもう便利なストアだ。コンビニエンスストア。そう、確かに世界一周してた時に思った。日本のコンビニの便利さ半端ない。24時間空いてるし、おいしいもの何でも置いてるし、すごいよコンビニ。でも海外にもコンビニあるじゃん。セブンイレブンとかはさ、他の国にも展開してるじゃん。ドイツにはないけど。あ、ないんだっけドイツ。まあでも海外と日本のコンビニの違いはやっぱ営業時間よね。日本は24時間空いてるけど、海外は夜閉まっちゃうコンビニとかも全然多いし、まあ朝も7時ぐらいじゃないと開かないコンビニもいっぱいあるし。ちなみに一番好きなコンビニのブランドは何？ミニストップ。言うと思った。ミニストップのマンゴーパフェ。タカはミニストップのマンゴーパフェ中毒です。あとコンビニがない時に次に便利なのが自販機。もうどこにでもあるから安いし、どこにでもあるし、すごいなんかいろんな飲み物の種類揃ってるし、海外にない。なんで海外は自動販売機を置けないか。壊されるから。
多分そうだよ。そうじゃない。だって要はさ、あれさ、お金が入ってるじゃん。お金が落ちてるようなもんじゃん。日本の中に何個の自動販売機があるかって調べたらすごそうだね。個数何個あるんだろうね。1人当たり1個ぐらい、まだ1億個になっちゃう。そしたらそんなないんじゃない、さすがに。分かんない。次に、まあ、よく便利だと言われるのが、うん、日本の電車のシステム。出た出た出ました。ドイツと比べたらもう圧倒的。あの、理由が分かんないけど、外国人がドイツを見て、ドイツの電車のシステムはめちゃめちゃいいイメージがあるけど、あれで全然そうじゃないでしょ。全然そうじゃない。もう全くそうじゃないでしょ。普通に電車遅れてくるし、普通に違うホームに電車が入ってアナウンスされないし、やばいよ。さすがにさ、電車遅れてさ、アナウンスしないのはまあ許せるよ。待ってればいいから。いや、でもさ、3番ホームに来ると思って待ってるのにさ、5番ホームに行くとさ、それはちょっとなしでしょ。だって階段登って行かなきゃいけないんだよ、そっちに。アナウンスしてよ。だよね。俺一人でヨーロッパ一周した時、それで一回電車の両遅れそうになってめちゃくちゃ走ったもんね。いや、それはある。だから日本は電車がいつもオンタイムだし、うん、もう何でもアナウンスしてくれるし、だから、あの、乗り換えることとかもちゃんと考えて、こう、同じホームに来るようにここからここに乗り換えて、だから、あとはチケットが、もう紙チケットが不便すぎて、あー、ドイツとか不便だよ。買って打刻して、そうで、街によっても全然システムは違うし、マシン自体も違うし、うん、日本みたいにパスモとかスイカを、あれはめちゃくちゃ便利。全国的に使えるのが、スイカ持ってたらだってどこで乗っても使えるもんね。名古屋でも東京でも大阪でも福岡でも北海道でも使えるでしょ、あれ。多分そう、すごいよ、1枚で。本当にすごいよ、こういう便利なところが。多分もっとあるに、そう、もう慣れてきちゃってるから、なかなかこうピンとこないだけで、多分外国人ポコって連れてきたら、いや、すごい発見してくれると思うよ。もう慣れちゃったから、うん、凄さがなくなってる。あ、一個思いついた。はい。トイレとかめちゃめちゃ便利じゃん、日本の。じゃあ、キレイとかウォシュレットがついてるとかじゃなくて、はい、そのどこのレストラン行ってもさ、どこのデパート行っても、どこの駅行ってもトイレがあるじゃん。トイレ使えるじゃん。めっちゃいいよ、本当に。海外行ってトイレ置いてないから、そんなに。トイレ行こうと思ったらマック行くかスタバ行くか、うん、しかもそこでお金払わないとトイレ入れないし、そう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 、もうで、それでもうめっちゃ汚い。そうだよ。日本ってだって公園のトイレですらある程度綺麗に掃除してくれてるじゃん。いや、もうめちゃめちゃ綺麗だよ。やばいよ、もうあのクオリティでこの数のトイレが置いてある国なんて世界中どこ探してもない、本当にない。ここでトイレをきれいにしてくださる方に本当にお礼をしたいです。清掃員の方、ありがとうございます。逆に海外行くと街中出てお腹痛くなった時地獄だからね。だからよくお腹痛くなるし、だからマックを探すかスタバ探すか早く、うわーそれは本当にトイレないんだから、海外本当にない。日本のトイレの数と綺麗さと半端じゃないです、あの便利さは。はい、今もう一個思いついた。何ですか。お店とかの、うん、最近自動になったユニクロとかで、うん、あー、バスケット入れて、なんか RFID とかでなんかそれを読み取って、読み取って、もうタッチパネルで現金とかでもいいし、うん、あるね、カードでもいいし、払えるのがすごい日本進化してる。あの、店員さんがいらなくなったから人件費がお店側としても削除できるじゃん、うん、で、買う側からしたらさ、レジが進むの早くなるからさ、待つ時間が短くなるじゃん、うん、ユニクロのシステムとかすごい進んでるもんね。めちゃくちゃ便利だよね。そう、それは一瞬で終わるよね、本当に。ピッてカゴ入れたら全部計算されて、日本はすごい、すごいです。私たちは今日言いたかったのが、もう日本に住んで本当に良かったよということです。そうだね、皆さんもちょっと新しい目で自分の国を見て、あ、便利だなと思ってくれれば、再確認するっていうね。そうです。で、逆に皆さん海外に行って、ここ日本と比べて不便だったなみたいなところがあればぜひコメント欄でシェアしてください。うん、うん、多分めちゃくちゃいっぱいあると思うよ。うん、うん、うん、はい、この動画をここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。